皆さんこんにちは、デイジーネイルドです。本日はこちらのキャッツアイパウダーを使ってセリアジェルとマグネットジェルを作ってみたいと思います。何色か試しに作ってみたんですけれども、キラキラしてとっても可愛いです。こちらを今回は作ってみたいと思います。それではどうぞ。はい、ではまずはじめにこちらのマゼンタとこちらベース&トップをパレットの上で混ぜていきます。では混ぜます。ちょっとカラーを薄くして、ではこの中にこちらのパウダーを5対1と書いてあったので、こちらのカラーに対して1の割合で混ぜます。はい、ではこちらのカラーを塗ります。では次に使うのがこちらのマグネットがついている棒を使っていきます。私はココイストのこちらのものを使用していきたいと思います。ではこちらの丸い部分を近づけてみます。近づけるとこのマグネットの光が動きます。このマグネットの当て方によって光が全然なくなっちゃう場合もあります。その時はもう一度筆を動かします。当て方で自分の好きな感じに光を動かすことができます。ちょっと今回は全体に光を当てていきます。ではこちらをライトに入れます。はい、では次に二度塗りしていきます。はい、ではまたこちらの丸い方を近づけます。感じでキラキラに光りました。ではこちらをライトに入れます。はい、ではこちらをノンワイプトップコートで仕上げていきます。ライトに入れます。
はい、こちらで完成です。マゼンタカラーとマグネットパウダーでとっても可愛いマゼンタキラキラカラーの完成です。とてもこの角度によって光り方が変わるのでとっても可愛いです。では次にもう一色やってみたいと思います。はい、では次に使うのがこちらダークパープルです。こちらのカラーで作ってみたいと思います。はい、ではこちらもパレットの上にのせます。続いてベース&トップコートを一緒に混ぜます。はい、ではこちらのカラーを混ぜます。はい、ではこちらのカラーに対して5対1でこちらパウダーを一緒に混ぜます。こちらのカラーを塗ります。はい、ではこちらマグネットの棒を近づけたいと思います。ちょっと当て方がちょっとでもずれると本当光が全くなくなってしまいます。でもこれを活かしてデザインを先端だけグラデーションにしたりとかすることもできます。こちらから当てると先端にグラデーションがかかる感じになります。こう丸い部分をこう当てると模様を作ることもできます。こんな感じに。でこちら大きい部分をこう乗せてみます。こう乗せると縦の線を入れることができます。こんな感じにいろんなデザインを作ることができます。では今回も全体に光を当てたいと思います。はい、一度ライトに入れます。ノンワイプトップコートで仕上げていきたいと思います。はい、ライトに入れます。はい、はい、こちらでダークパープルのカラーで作るマグネットジェルの完成です。こちらのカラーもとっても可愛いです。はい、今回はセリアジェルのカラーを使ってマグネネットジェルを作ってみました。いかがだったでしょうか。とっても簡単にマグネットジェルを作ることができます。こちらのパウダーは、気になる方は概要欄に載せておくのでチェックしてみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。